どうもボボビビーーーーアトレザーのボビーです、えー、今週も始まりましたね。ボビーアートレザーのアトリエからですね、えー、お届けしております、えー。今日は月曜日ということですね、えー、比較の話、ねえー、ということでね、ね、えー、今日はですね、小豆島さん、ディアホーンボタン、ねえー。鹿の角です。 ねえー、ディアホーンこれねでーまあねディアスキンでいう鹿の皮はよく使うじゃないですかでーそれでですね、えー、鹿の角もね、えー、ね、やっぱりこういいなと思ってですねまあたまーには使ってたんですけどもそれが別に、えー、小豆島さんでも何でもなくてえー ななんでももいいことかよく手に入る素材の一つだったんですね当時。でまああのー、ある時からがですね、えーまあ、僕の、あのー、地元がですね今大阪でねこういうボビーアトレザーをやってますけども、えー、香川県のですね、えー、小豆島っていうところなんですね。えーあのー、淡路島の隣っていうか <laughs> そこ出身なんで,す、ね、んでまあ、えー、18までねいまして、えー、まあそれで、えー、大阪に18のあねもう今ぐらいにですね、えー、卒業高校卒業して、えーまあ、そこからずっと三十数年もうこっち、ね、大阪に住んでるんですけどもね、まあ、大阪にいる時間の方があすっかり長くなってしまいましたけどもね。 えー、だけどまああの思いはいまだに、えー、小豆島弁が抜けませんしね、えー、田舎にありますね。でまあある時ですねまあこういう仕事ねレーザーを扱う仕事をしててですねまあ,あのキャッチしたんですけどもねあのー、まあいろんな日本のこういろんな地方でですねまあいろんなねやっぱりこう ね、僕があこうやって、えー、街に出てきたみたいに、えー、まあ人も減ってね来ているでしょでそれと平,平行じゃないけどおまあ動物っていうかまあ山の方にいてたこう動物がですね降りてくるんですねやっぱこう嵐に来るっていうか、えー、それでねいまあよくう害獣っていう言葉をね、えー、ね害の獣と書いて、えー、いう感じですねまあ えー、鹿が増えてきたと、うん、いうことでですねでまあそれをイノシシもそうなんですけどねそれをおまあ年に何回かこうね漁師さんがね、えーはい、山に入ってですね、えーえー、まあまあ頭数をこう減らすかまか、あ、ちょっとその辺は詳しいことは分かんないですけど、まあ、まあそういうふうに被害が多いということをよく耳にしたんですね。 で、まあ、あのまあ僕はもうこういうふうなあことをやってますやんか。でまあ小豆島せっかくやったらこう小豆島のね、えー、そういうなあ鹿の皮を革、ね、をですね、えーまあ、カージャンとかいろいろ作ってるでしょあのキャスケットや帽子やあ結構、ね、ディアスキンとか鹿の皮を使ってますんでね。 でそれに、えー、せっかくやったらそれを使うのが一番いいなぁとずっと思い続けてたんですねずっと。うん、でただまあ,あ田舎の知り合いとか伝ってですねいろいろルー,トルートっていうかあの漁師さんねあの海の漁師さんのルートはもうねあの すぐネットワークはすぐあの僕の中で、えー、電話したら済む話なんですけどもあのこの、ね、あのハンターの方の漁師さんがねのつては全くなかったんですね。でまあ、あのー、いつもお帰ったら田舎帰ったらですね「大、え、手、ー、ル・ティーコさん」っていうねネットワークの島の中でネットワークの一番。 うんアンテナの張ってるっていうかね <laughs> 方がいましてねまあすごくよくしてくれてる僕の友達なんですけどもねえー、彼にですね相談してですねでまあその時は「あそうそやな,な今知り合いおらんな」とか話を当時してたわけですよけどまあいろいろこう当たってくれてですね東大元暮らしというかいろいろつってが あってです、ね、でまあ見つかったとねあの鹿の,あ、まあ、あのハンターの方でですねあの鹿の皮はないけど角なら手に入るっぽいということですねうんでそれでですね当たってもらってですね、あのーえー、僕も島に帰ってですね当,当時でご挨拶兼ねてですねこう夢をとか思いをですね <laughs> 肩ってね口下手ですけどもね、えー、でそれで、えー、何本かねえーえー、売っていただいたわけですよであのまあこの写真にあるのもがその中の一つですけどね、うん、小豆島の鹿ですよねあの何んですかよくほらこういうふうな形で見,見るじゃないですか。 あのディアホーンね鹿の角をっいたらなんかうんって感じやけどディアホーンって言ったらなんかいい、ええ、感じに見えるでしょディアやからねそれ,それはそうですよねでまあでよくほら日本刀とかをね刀をねこうこれをこうついにしてええ感じでこうね鎮座させてるっていうのはあ、まあ、その方のねどこ行ってもありましたやっぱりあの刀を、まあ、その方はあの僕の こう辿ってういいですね僕の幼なじみのおじいさんやったんですね。と <laughs> いうその血筋やったんで何やと思いながら、うんなうん、それからですね、えー、ほどなくしてですねいろいろこうたどっていったんですね、あのー、そのティーコさんのね友達の。あのやっぱそのそこに何ていうんですかそういうハンターの方とね えー、わざわざあ来てくれましてねあそ,のその子も地のつ角を持って、うん、でまああのー、地下の角はなんとかねであとはまあ、あのー、僕の方でですね姫路のね、あのー、あのレーザー関係のね、えー、<laughs> 友達っていうかねお世話になってる。 初先輩方にですね、えー、あのこうね、あ、えー、の何ですか、なめすところっていうか、要はね原皮をですね、えー、そのレザーにするところまでのルートはですね、確保できたんですね。あとはですね、その <laughs> 何ですかで、例えばまあジビエ料理とかあするときに硬ね、こう解体してその時のね、あの皮剥ぐでしょ。で、まあ生々しい話で恐縮ですけど。 でその中であのなんですかそれを保存して保存,保存ができないからねまあまあ、塩漬けですよ。でまあそういうなの、ね、ルートがあればあれなんですけどそこが、ね、その処,理処理場みたいなのがもうないですしそんなにね僕も何の順正な資金っていうかもう、ね、いっぱいいっぱいなんでね。 えー、そういう施設を作ることもなくまあその辺はね、えー、ゆくゆくはあなんか夢を叶えたいなというふう風な感じで、まあ、ここに宣言しておきますけどね <laughs> で、えー、まあせっかく言った角が手に入ったと、ね、あとはですねこれをボタンにしたいなと僕もずっと思ってたわけです、うん、あのディアホンボタンですよ、ね、でこうやってねティコさん、ね、工房 表、えー、さんでもありながらクリエイターででもあるんです、ねあのー、オリーブの木を切って、えー、それをですねカットして何、えー、んですか、あのー、画の画うを作ってねタートルマラソンとかのね小豆島のイベントの時に何、えー、んですか配ったりいろいろされてる方がいましてねもうなかなかオリーブの木もそうなんですけど硬いんですよね。鹿のこういう角も結構 カカチカチなんですねで、まあ、鹿の角はですね何、あのー、て言うんですかあのやっぱり季節もあるみたいでどうも、うんあのー、春先とか今ぐらいはちょっと柔らかいんでしょうねで姿も表さないらしいですけどこれ,これ受け売りですけどね聞いた話ですけどねあの <laughs> でやっぱりこう秋口っていうか,なんかもう要はあのこう盛,る盛りな時期っていうんですかねそういう時に、えー、カッチカチになってねオスもこうねこう。 強くなるわけでしょあの勇ましく。でまあそのその時が一番やっぱりこうしっかりしたもんが取れるらしいんですね。でやっぱりこう抜け落ちたりとか抜け,抜け落ちるっていうかな,なんかそういう俺って土にね埋もれた時はやっぱこう土に帰えるんですね。硬いもんですけどこのお聞いた話ですけどナメクジが。 あのダイコらしいですね。七め口がこう溶かすようにするらしいですね。えー、へーと思いましたね。うん、でまあこのようにですね、この写真のように、えー、サンダーでこうカッティングカットしていくわけですよ。ね、結構これあの何、ー、ですかあの暴れるっていうか暴れちゃダメやし、結構ねあのー、大きがとの隣り合わせの <laughs> なんですね、こうきっちり固定ができへんしもうななんていうんですかね、うん、これオリーブの、えー、枝をカットする時もそうらしいですもうカッチカチなんでうんでこんな感じですよツルツルですよまあ現物があ、まあ、これはですねあれですよ鹿の角でもこの根っこの方っていうかねいえー、頭に一箇所しかないコブみたいなところですねでまあ写真で見たらほんまにしいたけみたいでしょ ねふやふやっとした感じがするじゃないですかけどカッチカチですよあのこれねですこれボタンにしてきましたねここもう、C、だけでしょこれどう見てもこう,こうした方がいいかなうん、なんかねこれはだからえー、1個ねでですねえー、それをですねえー こういう風にですね、あ、えー、<laughs> の作業してるんですけどね、あのやっぱやっぱこう何ですか、こう角があったら具合悪いんでね、こうこういう風に、えー、こういう風にですね、えー、こ,こう磨くねやすで磨いてねこうするわけですよ。ね。でこんな風にね、まあこの写真。 で一個ずつね、あの稼働稼働を落とすっていうかバリを取るっていうかね、うん、ヤスリでこうやっていくわけですよ。うん、でこんな風にね、えー、なんかいい感じでしょ。ねあのー、大量には作れないですけど、あの人力で作ってますんでねあのさすがに、えー、骨の折れるまさに骨の折れる作業ですけどね骨じゃないからこうし角の折れる作業ですね。<laughs> でまあ、あのこういう、ねえー、作品の中の,このポイントに、ね、こうカチンとこう、えー、ポイントとしてつけたりとかね、まあ、あの見どころ満載もう今写真が見どころ満載な箇所ばっかりなんで埋もれやや埋もれ気味ですけど実際はインパクトあるんですよあのすごく。うんね、<laughs> どこやねんってパッと見たら思うんですけどこの写真、えー、バッグの。お ころなんですね、うん、これが小野島さんのこの付け根のところですねのいいところですね、えー、使ってもらってますでですね最近やったらまあこれですかね、えー、去年ちょうど去年一昨年去年かなのに発表した新作のですね、えージャケットねそのボタンはですね小野島さんの、えー、ディアホンボタンのね これを使ってます、まあ他にもねいろいろ使ってあますねちょっと持ってきましょうかね <noise> 配信中に移動しましたえこれですね ベストもねこ,こですねこんな感じでここはねディアホーンがねわここからず、ね、こんな感じでねえついてますね。こ,こ,こうステージでねこう入れるっていうかこれあのギタリストのお一郎さんのですねえの衣装ですけどねあの長渕剛さんのね、えー コンサートの時にですね、えー。その時のに着用したステージ衣装です。これはですね、えー、この揺れる様がね。これ,これ見えかこの揺れる様が。いいじゃないですかね。このベストはね。なかなか僕も作らせてもらってえ良かったなと思いますし、うん、あのー、もういい感じのちょっといい。あの雰囲気が。 ンテージねもうすっかりィンテージやっぱりこうねあのツアーをの時に着込んでもらったんでねあのかなりヴィンテージの古着屋さんで <laughs> 見るようなうんものになりますけどねなかなかディティールはあーこういねちらっとこうパイソンがあったりしてねえーえー凝ってるんですけどねこん <laughs> 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 な感じでね うんあのー、すごくね、えー、まあこういう感じで、えー、ディアホンボタンね小豆島さんのね、えー、こういうふうに、えー、装飾させていただいたりとかですね、えー、してます、まあまあこまあ。あれからですねなかなか、えー、僕も実家の方にはねこの状況下なんでね、えー、帰省することができないんですね。まあまあ、仕事のなんで 書いいいてもいいんやろうけどね、まあ、あのなかなかこう接触っていうのがなかなか難しいでしょ、ね、で、まあ、あ僕とか書いたら <laughs> 目立つし「うん、いてたね」とかになるからいうねちょっとおとなしくしてるんですけどね、まあ、その仕事、まあ、制作はずっとここで、ね、あのどこへ本当にどこへも行かず、えー、ずっとねもうこ配信してるっていうこと自体がねそういうことですから。<laughs> ね、えーまあ あのいつもこれを見ながらですねこういうのを触りながらまた作りたいなと思いますし島の友達でもね会える時に会っときたいなとも思いますしこういうねこれフェイスブックページのからね配信してるんで。 まあフェイスブックでもねやっぱ地元の同級生とか後輩とかみやねだから何気ない日常を投稿するでしょその投稿したそのスナップとか写真一枚でもですね懐かしい気持ちになってすごく気持ちが救われるっていうか癒されるっていうかなんか落ち着くっていうかねだからそういう SNS の付き合い方もそういうふうな感じで僕はねきあの何ですか いい感じの精神的にいい感じで使わせてもらってますけどねはいまあそんな感じで今日はあね資格の話というかまあ,あ僕の資材の話ですけどもね、えー、ディアホンボタン小豆島さんのディアホンボタン鹿の角についてですね、えー、お話しさせていただきましたそうそうさっきからあまあ落ちたからまあいいかあ <laughs> まあ、あのこんな感じで、ね、あのブログもね、えー、ぜひ読んでいただければなと思いますその時のね、えー、様子とか綴ってますんでね、えー、まああは作品の話かな、うんえー、お楽しみ今週もね1週間、えーおね、目まぐるしく、ね、年度末とか諸々でお忙しいと思いますけどね、えー、ぜひね、えー、元気で、えー、健やかに、えー、過ごしてまいりましょう。 それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。